おはようございます。今日は、朝一で岩国の城山にやってきてます。錦帯橋があちらにちょろっと見えるんですけども、ちょっと分かりづらいですね。綺麗に桜が咲いとるんじゃけど、桜も台無しです。濃霧で。桜見えるな、見えるな。ね、あ、ロープウェイが上がってくるんだ。うん、やっぱり近く寄ったらね、桜の葉、このわかめが出とるけね、葉桜になりよるけ、だんだんね。やっぱり昨日のね、雨が効いとるわ。城が見えんじゃ。あ、アイスクリーム並んどるじゃない、あれ。ねえ、なんか何だったっけ、佐々木と小次郎だったよ。小次郎と佐々木だ、どっちだったっけ。アイスクリーム並んどるじゃん。武蔵と、あ、佐々木小次郎じゃない。何言っとるんかいね。まあ、じゃあ両方が並んどるわ。
息子はこれ小次郎商店のアイスクリーム、並んでます。並んでます。クリームいかがでしょうか。こちらも並んでます。武蔵のアイスクリーム。やば綺麗だね。ちょっと日差しが出てきた。
ね、高速でバーッと来ると思うよ、ね、もう駐車場満杯じゃん、あれもうまだ半分か、半分ぐらい、ほとんどあの広島ナンバーとかが多いんだ、地元より。今じゃ300円取れるんだ、300円。